1970年の太陽ホエールズでは、1970年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、ベッドをオる監督の3年目のシーズンである。ベッド監督1年目は5位、2年目3位と順位を上げていくチームはこの年から中塚正幸を外野手にコンバートし、1番には、重松正蔵、3番には、松原誠、4番には、 エジリリョウが入るなど戦力を一新。攻撃型オーダーでスタートしたチームだが、開幕ダッシュには、ほど遠く4月は、主位の巨人と3ゲーム差ながら再開で終了。5月以降は徐々に順位を上げ、6月には3位に、浮上するとその後は、阪神を抜いて2位となり、常に巨人を追いかける展開が続いた。9月終了時点では3位ながらも巨人に4.5ゲーム差と、 肉薄するが、最後は、巨人とマッチレースの阪神に突き放されて3位に終わり、別当監督の悲願である、ペナント奪回はならなかった。チームは6連覇の巨人に14勝11敗1分と、逆に勝ち越したが、阪神に11勝15敗、4位の広島に11勝14敗1分と、負け越した。投手陣は、平松正治、山下律夫、高橋茂之、 坂井勝次がローテーションを守りそれなりの成績を収めた。特に平松は、カミソリシュートを武器に25勝を挙げて最多勝ちとなり、沢村賞も受賞した。それ以外には、鬼頭洋が6月9日のヤクルト戦で、ノーヒットノーランを演じたほか、2年目の野村治や、ルーキーの増シ茂雄が中継ぎで一軍に定着するなど、明るい話題が続出した。打撃陣は、 チーム本類だが優勝の巨人と25本差の106本の5位に終わった。ありがとうございます。